でいい。というわけで本日はこちら西荻窪駅から徒歩10分ぐらい、ラーメン遠宮さんにやってまいりました。なんでもこちらのお店、以前新宿で営業されてた遠宮さんで働いてた方が西荻窪に移られて営業されてる味噌ラーメン専門のお店ということなんですけれども、果たしてどんなラーメンなのか気になりますね。それでは今日も張り切ってガガガガガガ。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやこちら遠宮さん、失礼ながら私ですね、新宿にもお店があったっていうのをね存じ上げなかったんですけれども、こちらですね青梅街道沿いというねでかい道路沿いにあるお店なんですけれども、バイクで通ってて、あここ美味しそうだなっていうことでね、私の嗅覚が反応した次第なんですけれども、ご覧いただけましたでしょうか、あのお水、夏場とかむっちゃ美味しそうじゃないですか。それだけロッタゲナガさん、はいほーい、こちらゲンマの俺がタゲナガで、はい、というわけでこちら味噌チャーシュー麺とライスです。特別にね、こんだけたくさんのチャーシュー敷き詰められてるわけではありませんっていうことで、ね、店長さんおっしゃってましたね。それでは早速いただきましょう。おおなるほど、味噌って濃厚なイメージありますけれども、ややあっさりのスープで出汁の美味しさなどを感じられて、野菜から染み出た旨味を強く感じられますね。はい、それだとじゃあね、表面のストレートタイプの麺ですね。コシがあってプリプリとした歯ごたえの心地いいタイプの麺で、だし深いスープによく合ってますね。はい、それではこちらチャーシューいただきましょう。口に入れた瞬間、噛む前からもう舌の上に乗った時からもうとろけていくといった感じね。もうじゃあ本当に夢決まりましたね、これは夢でしょう。頭いただきましょう。シンプルな味付けでゆで卵よりの味付けなんですけど、スープが濃いと全然物足りないっていうことはなくて、もうご飯もお供にびっくりですね。というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや美味しかったですね。あっさりシンプルな味噌ラーメンといった印象で、定期的に食べたくなる味っていうのはこういう味なのかななんて思ったりしましたね。そして地域に根ざした感じでね、お年寄りのお客さんなんかもいて、こういうお店が長い間愛されていくんだろうななんて思ったりいたしました。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら遠宮さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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